現地7月16日、MLB オールスター恒例のレッドカーペットショーが行われ、大谷翔平は妻のマミコさんと入場した。インタビューで、今日のファッションのポイントはと聞かれると自分の愛犬の色で、中、裏地に、に自分の犬がプリントされていますとデコピンの写真が何匹もプリントされた裏地を披露した。ドジャースでのプレーはエンジョイしている。との質問には、 街自体も好きですし、ロジャースタジアムも大好きな球場の一つで、毎日多くのファンに入ってもらえて、毎日楽しんでいますと回答。また、これまでのキャリアで最高の瞬間を選んでほしい。オールスターで初めて投げたとき、それとも MVP、WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックの優勝。との問われた大谷 H、一つに絞るのは難しいですけど。 やっぱり WBC はすごく特別な思いは強いかなと思う。今年はそれを超えるようなシーズンになれば素晴らしいんじゃないかなと思いますと、今シーズンのロサンゼルス・ドジャースで WBC を超える最高の瞬間を願った。打者1000人になったけど、何か感じることはある。との問いには、実際には1日にバットを振る制限があって、あまり振りすぎないように。体の負担もそうですし、 リハビリををやるるるる余力を残しししてておかないといけないいいいととけ逆にすごく時間が余る難しさもあると返答リリハビリ中の投手としてのトレーニングについてはスピードに関しては強度が上がるごとに一心一体というか上がったり下がったりしていくものなので手術を一度経験しているものの不安はあるのかなと思いますと2023年9月に手術した右肘の状況を説明した。